東日本大震災の津波で壊滅した鉄道の駅が市民の交流の場となり、にぎわいを取り戻しています。津波で駅や線路が流されて運休が続いている三陸鉄道南リアス線。JR との接続駅にあたる岩手県大船渡市の盛駅では、地元の NPO 団体が駅舎を利用したふれあい待合室を運営しています。ふれあい待合室は震災の半年後から始まり、これまでおよそ1年半で地元住民や観光客などおよそ3万人が訪れました。震災直後、いろんな集会場所がなかったもんですから、ここは大船渡市の中心地でもありますので、こういう公共の建物をぜひ開放してもらえば、いろんな集会とかいろんな交流ができるんじゃないかということで、地元の人からも話がありまして、被災者の支援のためにもここの施設を活用して、大船渡市のにぎわいを作っていきたいと、こういうことで県から委託を受けて一昨年の10月から始めてきたわけです。駅舎内では仮設住宅の住民が作ったアクセサリーなどが販売されています。アクセサリーを作っている被災者は現在60人ほどですが、最近は企業が粗品などに使うためまとめて購入するなど需要も増えてきました。襲撃の販売とかそういった形で、ぜひ被災地はまだまだ困ってますので、ぜひ忘れないで、応援をお願いしたいなと、こういうふうに思ってますけどね。ふれあい待合室は南リアス線の運行再開後も本来の駅としての役割を果たす一方、現在の活動も継続していくということです。